どうもこんにちは。トイック講師の石崎です。今日は、英語は読めば読むほどいい。英語は聞けば聞くほどいい。っていうお話をさせていただきたいと思います。まあ、別の動画でね、僕はね、英語は壮大な慣れだよって言ったんですよ。それは僕が言った言葉じゃなくて、まあ、英語耳の聴者さんが言ったんですよね。英語はどこまでも量だと。やった総量が勝負なんだよって言うんですよ。それはもう、ことごとく、この日本語合ってないね。なんで、全面的に僕は賛成するんですよ。全面的に僕は賛成します。あのね、僕自身はそんなに記憶力も良くないし、理解力もあるわけじゃないし、なんかね、すぐだらける性格なんですけども、なぜ語学学習において成功したかっていうと、やっぱり圧倒的な時間を投下したからなんですよね。で、僕は英語上がりの人間じゃなくて、あの、ビジネス上がりの人間なんですね。マネジメント上がりなんですよ。スタートはドラッカーなんですよ。そうすると、ドラッカーがよく言うのは、成果を出したかったら、時間だと。仕事から始めるな。時間から始めよって有名な言葉があるんですけども、やっぱりね、効率性とかを考える、うんぬん、そういうの前に、時間を創出しなさいっていうのがドラッカーの核であるんですよね。で、僕自身もその概念というか、彼の思考が、彼の思想がもう染み込んでるんで、語学学習に、入る前にね、まず最初にマインドセットを固めたんですよね。で、そのマインドセットは何かっていうと、まず圧倒的に量。だから1日10分でとかね、聞き流すだけでとか、見るだけでとか、楽してっていうのは全然興味なかったですね。もう語学は、語学に関しても何か成果出したかったら圧倒的に量ってことをずっとね、理解してたんで、圧倒的に量。圧倒的に量。圧倒的な量。英語は壮大な慣れ。英語は壮大な慣れ。中村澄子さんが言うならば、英語力っていうのは、英語力は、聞いた、読んだ、総量。全部同じですよね。僕はドラッカー上がりなんでね、まず量だと。時間をかけなさいってことは分かってたんで、成果出したかったら効率なんか一切考えません。それは二の次、三の次です。まず最初に圧倒的な時間、圧倒的な量を達成することを毎回僕は意識してるんですよ。ビジネス成功させたかったら、どうやったらこれうまくいくかって考える前に、どうやったらこれに対して時間を創出できるか、これに対して投下する時間を創出できるかってことしか考えないんですよね。で、もうあらゆることをやめていくと。そしてそれ一つに絞って、自分の生きている生命時間を全てそこに投下するぐらいの勢いなんですよね。語学学習、言語についても同じなんですよね。圧倒的な量、圧倒的に量を投下したんですよ。で、まあ、英語耳の名言、英語耳の著者の名言、英語は壮大な慣れであると。そして、中村澄子さんですね。このトイック業界においては圧倒的な権威的な存在ですよね。は、聞いた量、読んだ総量。どれだけあなたは聞きましたか？どれだけ文章を読みましたか？それがあなたの英語力ですよ。もうなんかね、シンプル、かつ本質。やっぱね、楽しようと思っちゃダメなんですよね。楽しむのはありですよ。だって楽しんだら、楽しいから、その、英語に投下する時間が必然的に増えますよね。でも、楽するっていう発想はダメかな。楽するっていうのは効率化するって意味なんですかね。楽するっていうのはやりたくないって意味なんですかね。僕はわかんないんですけども、楽するって発想はダメですね。だから1日10分とかそういうキャッチーな歌い文句、見るだけ、聞くだけとかいうのはもう、やっちゃいけない典型ですね。まずは、どこまでも量。まずは量を確保する。それは、トイックにおいても同じ。というふうにおいても同じ点数上げたかったら、まずは圧倒的な時間を投下しましょう。ということですね。以上です。